長野横山監督はご覧のメンバーを送り出しています。ゴールキーパー田中、ディフェンスライン4バックは右から川田、広瀬、吉岡、水谷、中盤アンカーに隅永が入りまして、インサイドハーフに藤山と坪川、前線3トップは真ん中に今日は榊、右に三田、左に森川です。 YSCC 横浜のスターティングイレブンです。システムは 3-5-2 で予想しています。ゴールキーパーは今日が今シーズン初出場谷、ディフェンスラインは3バック、船橋、宗近、池谷、中盤の底に土立て、両脇に柳と宮内、2列目に佐藤と神田、前線2トップは野岡とピーダーセンが入ります。低めに入れた、真ん中抜けて土立て、土立て、土立て、なんとかクリアしました。坪川が出ていきます。アウト気味に送ってワンタッチ、ドダテ、さあスペースに出た、んどかが行く、んどかが行く、んどか、んどかがまだ行きますが戻して、柳だ、ナイスキーパー田中健吾、よく止めました。奥に差し込んでピーダーセン、その向こう、んどか、んどか、こぼれを詰めた、先制は YS 横浜、最後は神田が詰めたでしょうか。一度は田中も防ぎましたが、最後はこの神田の前にボールがこぼれて冷静に沈めるだけでした。水谷から縦、森川、中に進路を取って斜めに刺してワンタッチをつないでいく、さあチャンス、三打、三打、左足シュートだー、これはお見事、ビューティフルゴールで三打直樹、チームのトップスコアラー、久しぶりの得点です。宮内が退治はしましたが、ここで前に出ていかずパスという選択肢もありましたけれども、左足コントロールショット、ゴールに吸い込まれていきました。アバウトに蹴ったボール、広瀬頭、三田が走りますが、神田、さあ神田パスにした、さあ抜けた、ウンドカ、ウンドカ右足ゴールに吸い込まれてクリアできず、最後クリアしきることはできず、隅永転がしたスルーパス、サンダの足元、サンダまだある、吉村切り返してまだ行く、吉村左足詰めていけるか、シュートだ、まだある、宮坂、さあ自らカットしたボールそのまま運んで柳が行く、これを引き取ったんどか、パスにした、さあピーダーセン、田中健吾ナイスセーブです。坂合わせるボール、ヘッドゲット、最後吉岡、吉岡啓太です。ドンピシャリです。神田センターへ、こぼれたボールを自ら拾います。角度をつけて菊谷左足強烈、パンチングでなんとかかき出しました。ここでクロスを入れてくるかと思いましたが、
八坂直接大きく枠を外れました。ここで試合終了を告げる長いホイッスル。激闘2対2での幕切れです。